こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは視野を広げるにはです。視野を広げるっていうのは、これは心理療法でも最も重要なテーマの一つになります。と言いますのは、生活の中でいろんな出来事があった時に、当然それに対して対応するっていうことが必要になってくるんですけど、視野が狭い状態になってますと、ある状況が起きるともうこれとかこれとか、こう見方とか行動っていうのがワンパターンになってしまうんですね。もちろんそれでうまくいくっていうパターンになっていればいいんですけれども、これがうまくいかないことであっても、その瞬間はもう視野が狭くなっているので、こっていうふうになってしまうんですね。そうしますと堂々巡りになってしまいます。こういった視野の狭さっていうのを改善していくには、一つには新しい情報を入れていくっていうことが大事です。例えばネットですとか本ですとか、いろんなもので自分が知らないものを知ることで視野を広げていく、あるいは他人との対話、言葉の中でこうやり取りをしていると、自分の枠っていうのが相手の枠と違いますから、その影響を受けていい意味で広がっていく、そして柔軟性が高まっていくということが可能になってきます。まずはこういった形で視野を広げていくといいと思います。ただ強い感情を伴った癖がついている場合は、これだけではうまくいかないケースがままあります。要はある瞬間、あ、怖いっていうのがもう先に出てしまいますと、それに対しても戦う、あるいは逃げるみたいなワンパターンになってしまうんです。何か言われて、あ、すぐにバカにされたっていうふうにイラッとくるっていう癖がついていたら、もうそれしか考えられないんですね。後々振り返ってみると、あれはああいう意味ではなかったかなっていうふうに、感情がない時には分かったりするんですけども、感情がグワッときてる時にはこれは難しいです。こういった激しい感情がグワッと伴う時のある考え方にこう囚われてしまうっていうのがあるんですけど、これは認知行動療法では自動思考って言ったりします。もう自動的にバッとそういうふうに考えるっていう、もう癖がついてしまってるんですね。でこういったものに気づき、和らげていく、枠を広げていくっていうのは、また別の働きかけが必要になったりします。その始まりは、まずは自分の感情の癖、考えの癖っていうものに気づくっていうところから入っていきます。まずは自分で記録するっていうことから始めてもいいですし、自分だけでは難しいようでしたら、ここはカウンセラーなどの専門家の力を借りるということを言いますと、この凝り固まったパターン、考えの癖、感じ方の癖っていうものが少しずつ広がっていって、いろんな出来事に対してより柔軟に的確に対応できるというふうになっていくと思います。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。